シメジは、中国検索エンジン大手である100度の日本法人、バイド株式会社により開発、運営される Android iOS 向けの日本語、入力アプリである。前身である、インジャップという、アプリ、または、シメジのバージョン4までは、プログラマーであるアデムロッカーこと、足立正彦とデザイナーである、矢野林の2名で開発していた。シメジが2011年12月13日に、 中国百度の日本法人であるバイド株式会社に買収されると同時に開発者2名も同社へ移籍した iOS8 でサードパーティー製の IME が解禁されることを受けて2014年8月6日に iOS 版のシメジを開発中であることが公表された開発言語は Swift であるというシメジに搭載されたマッシュアップ機能であるこれは しめじで入力した確定前の文字をマッシュルームアプリに送り、マッシュルームアプリによって別の文字に入れ替えを行うものである。例えば、漢字の読みを入力して呼び出すと入力した文字が人名用の旧字体の漢字に置き換わるアプリや何も入力せず呼び出して、アンドロイド端末内の画像データをインガーに送り、その画像の URL を入力するアプリなどがある。 Google 日本語入力、a talk、P o、t 区ピオボックスタッチなど他社製 IME でもマッシュルームをサポートするものが存在する。アニメ用語から、時事ネタなど、クラウド辞書で200万語の単語に変換できる機能である。ニコニコ動画、ゲームチャット、遅刻の言い訳など、多様なシーンで使える、提携文やユーザーが提案した、面白変換、顔文字をみんなとシェアする。 みんなの辞書などのバリエーションがある。2020年3月29日、志村県視挙が報じられた翌30日、志村県の変換候補に、今まで多くの人々を笑わせ、幸せにしてくれてありがとうございました。が搭載された。キーボードの背景デザインを、ユーザーの好きな写真、画像、動画に変更できる機能である。その他に、文字色、フリックガイド、 フォントの調整もできる。2017年6月14日公開。人工知能の導入により、早口、長文で話しても高い精度を保って変換できるほか、句読点を自動で入力、入力内容にあった、顔文字、絵文字の候補提案も行う。LINE や Twitter などの返事を待っている際に、左から右にスワイプすると、ゲームで遊べる機能である。正式名。 しめじ今年の顔文字大賞。2014年の第1回開催より、毎年12月初旬頃に発表されている、最も今年らしい顔文字を選ぶ賞である。顔文字は日本独特の文化として発達しており、記号だけではなく世界中の文字や環境依存文字、絵文字などと組み合わせて様々な顔文字が作り出されている。しめじに、 登録のある5万種類以上の顔文字からユーザーが多用した顔文字やその年に話題となった言葉が反映された顔文字22作品を選出そのノミネート顔文字の中から今年の顔文字をユーザーの投票により決定する Android 1.0において日本語入力に対応していなかったため足立雅彦が Google の検索国を予測して表示する機能を 利用して文字が入力できるようにするアプリインジャップを開発したことがシメジの原型である。このアプリはサジェスト機能によって得られる文字をクリップボード経由でコピペし、少なくともひらがなだけは入力できるようにとの目的で作成されたものである。インジャップでは変換の精度が非常に悪いため、情報源を Google からソーシャル IME に切り替えたものがシメジであり、 2008年11月18日に、しめじ初版がリリースされた。命名の由来は、ソーシャル IME 時から取ったものである。当時のしめじは、ハードウェアとしてのキーボードからアルファベットを入力し、ソーシャル IME 経由で日本語に変換する機能を持ったエディタであった。2009年4月29日、バージョン2.1、レイデクティ配列のソフトウェアキーボードに対応した。 これは、Android を SDK1.5 で、ソフトウェアキーボードがサポートされたためである。当時は、英語版のクティをそのまま流用していたため、が入力できなかった。IT プロのインタビュー記事などを参考に記す。6月17日新機能、スタンプ長編鑑定協会始1月24日、グローバルキーボードアプリ、ファシ文字エモジキーボードと共同で、 世界の顔文字トップ3を発表2013年12月26日、バイドゥ社の IME である、バイド IME 並びに、シメジが入力された情報をユーザーに無断で外部に送信しているとの報道がなされた。同日セキュリティ企業のネットエージェントも解析の結果実際に、シメジが入力されたログをバイドゥのサーバーに送信していることを発表、バイドは ログの送信は規約に同意したユーザーに対してのみ、言っているとしつつも、確認の結果同年3月にリリースした、しめじ5.6以降のバージョンにおいて不具合が見つかり、ログ送信をオフにしている場合も送信が行われていたことを認めた。翌27日には不具合の修正並びに、クラウド変換機能をデフォルトでオフにした、しめじ6.62がリリースされた。 2014年4月10日、同月9日にスマートフォンアプリ、みんなの顔文字辞典のサーバーへ1秒間に80回にも、上るアクセスがあったことが発覚し、みんなの顔文字辞典にへの愛用、インクはこれを出す攻撃と認定した。バイドゥ株式会社側は、しめじの顔文字辞書を拡張するために、みんなの顔文字辞典のサーバーにある顔文字辞典の、ダウンロードを試みたわけではなく、 顔文字を盗む意図はないことを説明。IO、インク代表者としめじ開発担当が第三者を交えて面会したが、双方間で問題の解決には至らなかった。一般的な過剰なアクセスへの対応として、特定の IP アドレスからのアクセスを拒否する方法が考えられるのだが、本件の過剰なアクセスでは、 複数の IP アドレスを利用することでブロックしにくくし、みんなの顔文字辞典サーバーの負荷を高めた。また、この異常なアクセスを受けたアドレスは非公開であり、Google Chrome 向けの拡張機能から抜き出して使用した。これら2点については、しめじのブログ記事で解説している。また、運営会社である、バイド株式会社も本件に関するプレスリリースを発表している。 同年5月15日にリリースされたバージョン7.11にてみんなの顔文字辞典の絵マッシュルーム連携を行わない更新が行われみんなの顔文字辞典の仕様変更によって連携が難しくなったため連携を拒否していると発表したほにょほにょほご返信ありがとうございますみんなの顔文字辞典のことでしょうかみんなの顔文字辞典の仕様が変わって しめじから使いにくくなってしまいましたので、開発側の判断でしめじで利用不可とさせていただきました。しめじ、JP、ツイッター。ありがとうございます。